ってから開くよ。僕の名前はラジャ。この子がアマンダ。アマンダが僕を想像したから僕が生まれたってわけ。ラジャ、今日はとびっきりの冒険を思いついた。ハッピーセットだけのオリジナル絵本ができました。映画屋根裏のラジャーの世界へようこそ。すごい。スマホでも楽しんでもらえるとハッピーです。タラッタッタッタ。お願いいたします。本日ご出演いただく寺田心さんです。よろしくお願いします。お願いします。屋根裏のラジャー。はい。ちょっと前、だいぶ前に撮られたんですよね。そうですね。結構前ですね。はい、あのお二人が楽しそうに読んでいるのを寺田さんはここから、実は眺めておりましたというような流れになりました。はい。まず、はい。用意スタート。はい、ようこそ。ありがとう。はい、ですね。ありがとう。ではお願いします。こんばんは。こんばんは。また。はい、用意スタート。はい、ようこそ。ありがとう。ありがとう。部活終わりにあのマックのポテトの S とシェイクの M を頼むんですよ。こんな恋しいんですよね。なんか夏場って暑いじゃないですか。暑い時に S じゃなくてこの M の大きさでなんか普通に飲んで、あとはポテトにつけて食べる。たまんな恋しいんですよ。ぜひ視聴者の皆さんもやってみて。よーい、スタート。ようこそ。ありがとう。ありがとう。はい、スタート。はい、ようこそ。ありがとう。おお、すごいすごい。ありがとう。超ですか。めっちゃ仲良さそうだから本当の役なんだろうなと思ってた。この絵本はスマホでもっと楽しめるんですよ。お父さん、この絵の表紙をスマホにかざしてみてください。はい。僕の名前はラジャー。ラジャー、こんな友達見たことある？これ僕が呼んでるんです。ドヤ顔してないよ。あ、すごい、すごい、ね、パパ見て見て、うん、すごいね。綺麗綺麗だね。飛び出してきてるね。ありがとう。どうして？はい、何型でしょうか。何型でしょうか。誰かな。ABA、 ママと同じだ。おー、 B です、みんなバラバラ。みんなバラバラだ。あー、バラバラ。イエーイ。家族がバラバラになっちゃった。お父さん、この絵本の表紙にスマホをかざしてみてください。あ、はい。はい。お父さん、この絵本の表紙にスマホをかざしてみてください。はい。ありがとう。
はい、こちらは OK OK、はい、この方 OK です。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。頑張ってねって。お、ありがとう。俺も頑張るね。ありがとうね。タラタタタ。はい、いい、いい、いい。ありがとうございます。本当にね、ぜひ皆さんマックへ行ってください。そして美味しいたくさんハンバーガーを食べてください。大好きなんで、ぜひ。はい、いや、いろいろね、種類はありますから、ね、皆さんの一番好きなハンバーガーは何でしょうか。ちょっと気になるなっていう気分であります。はい、OK。 では、寺田さんの CM 撮影は以上になります。ありがとうございました。お疲れ様です。おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、あ、ここですね。あ、失礼します。あ、おはようございます。よろしくお願いいたします。で、まあ、読み聞か、あの寺田心さんの読み聞かせっていうことで、はい、まあ、子供たちと、あと大人もぜひ一緒に楽しんでもらいたいなっていうものなんですけど、はい、かわいいですね。ありがとうございます。すごい、ちょっとこれは、ね、あれですね、発売されたら僕もぜひぜひマックいって。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしま す。そしたらあっちで撮るんですね。そうですね、あっちですね。はい、じゃあちょっと移動しましょう。大丈夫かな。大丈夫です。これもう僕出てる、はい、はい、ずっと無人で。ああ、あああああ、はい。さあ、久しぶりのラジャーになるということですが、僕はね、ちょっと声変わりもしているので大丈夫かなという不安もありますが、頑張ります。はじめまして、僕はラジャーね。今想像でできた世界って見たことある？いやー、緊張するよ。いつも通りラジャーになってね、やっていけたらと思います。あ、これ僕の声って聞こえてるのかな。はい、聞こえてます。あららら、恥ずかしい。僕めっちゃカメラに向かって一人で喋りかけてたんですよ。はじめまして、僕はラジャー。ねえ、君は想像でできた世界って見たことある？僕の友達はまあ想像をするのが大好きな女の子。僕たちはアマンダの想像した世界でいつも冒険しているんだ。うわー、大きな雪男。クリスマスツリーのてっぺんまでキラキラ素敵に飾り付け。おっと、僕も飾りにされちゃった。ありがとうございます。いかいかくんにします。はい、桃の実ザブンのザブンはちょっと象徴的に呼んでいただいて、うん、はい、まあ、海の上に到着だっていうのはあのさっと添えていただければいいかなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。そうそう、実は僕もアマンダが想像して生まれたんだ。人間は想像の友達をイマジナリって呼んでいる。ねえ、君にも想像の友達っている？ありがとうございます。じゃあ聞いてみます。寺田さん、ありがとうございました、はい、今全部確認してみて、はい、言ってもいいかなと思うので、こちらで使わせていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。楽しみです。はい、そうですね、あの友達だったりその家族とよくこのマック様を利用させていただいているので、こうなんていうか日常みたいな、いつもみたいな感じですごく楽しかったです。
そうですね、今回初めて来させていただいて、あのスタジオじゃなくて本当に、なんていうのかな、マックのちゃんとした店舗なのかなって思ってたんですけど、ちょっとびっくりしましたね。この本から、この絵本の絵の中から本当にラジャーが喋りかけてくるような、飛び出してくるような感覚や迫力があってすごく好きですね。就寝前に小さい頃はなんかクマの絵本ですごい大好きな絵本があって、そればかり読んでいたんですけど、それを母や祖母に読み聞かせてもらいながら、なんていうのかな、そのなんかちょっと寂しいような、なんかあもう今日が終わっちゃうんだみたいな気持ちもありながら、でも明日が来るんだなっていう楽しみだったり、いろいろそんな思い出があります。そうですね、結構動物の絵本だったり母に読み聞かせしてもらったりとか、自分でもその動物系のいろんな本を自分でこうやってめくりながら読んでました。動物の絵本がお好き？そうですね、キツネの絵本だったりとかいろいろ結構読んでましたね。結構絵柄とかがなんかちょっと可愛くて素敵で好きです。物語だけじゃなくてイラストも？そうですね、イラストのなんていうのかな、こう優しいタッチというか、ちょっとなんか怖わかな優しい感じがすごく好きですよ。そうだな、物知りな人とかですかね。結構なんだろう、一緒にどっかそういう友達がいたらどっか行ったらいろいろ教えてくれたりとか、なんていうのかな、わからないことからあったら何でも教えてくれる友達ってやっぱすごく嬉しいし、一緒にいて楽しいし、僕もその楽しみながら勉強にもなるよなと思って、うん、楽しみな友達は視野が広がりそうで好きですね。こういうこと友達と一緒にやってみたい。そうだな、それこそそのすごく物知りな友達となんか山登りとか、ちょっとたくさん生物が見れるところに行ってみたいです。動物園水族館だけじゃなく、こう自然にあふれたところに行って、これは何のお花なのとか何の動物なのって聞いて一緒に行ってみたいですね。そうですね、本当にもうずっと小さい頃からもう友達と行ったりすごくお世話になってますね。なんだろう、なんかてりたまとかいろいろね、マックっていろいろな、その季節によってハンバーガーが変わるから、その月見バーガーとか本当大好きで、友達とやっぱよく行きますね。お腹空いたらマックでしょみたいな感じです。もう全然よく選びます。小腹が空いた時とかにちょうどいい量で、昔はそのハッピーセットだけを食べてたんですけど、今はちょっとお腹が空いたなって時にハッピーセットを食べたり、あとはこのおもちゃが、その自分の好きなおもちゃの時はちょっと母にもそのおもちゃを選んでもらって、そのおもちゃを2つもらえて嬉しいなっていう気分になったりしてますね。カードとか塗り絵とか結構楽しくて、なんかなんていうのか、本当にちゃんとしたおもちゃというか長く遊べるおもちゃで、すごく水鉄砲とかいろいろあってめっちゃ好きですね。皆さんこんにちは。今回この CM に出演させていただきました寺田心です。こちらにありますハッピーセットの絵本は12月8日より発売されることとなります。もちろん皆さんに映画屋根裏のラジオも見ていただきたいんですけど、見ていただく前にハッピーセットを食べて、こちらの絵本を読んでもらって、もう読んでもらうと、なんて言うんだろう、もっと映画を見たくなるようなすごく楽しい気分になるので、ぜひ読んでから劇場へ行っていただけるととても嬉しいです。それでは皆さん、劇場でお待ちしております。